おはようございます。釣り子 TV です。今年大注目のスピニングロッド、これを1本買ってきてみましたよ。こんな感じのね、袋に入っているんですけども、フェインウィック、フェインウィックのリンクスシリーズに新しく出たですね、CT60SULP+J クリッタースティックっていうことで、人気のですね、野良ネズミを使うための竿ね。まあ、それだけではないとは思うんですけども、まあ、クリッタースティックっていうね、名前からもわかるように、あとね、これの開発中のブログとかいろんな記事をね、見てね、野良ネズミ用の釣り竿出るんだ、2020っていうことで楽しみにしていたんですけども、釣り具屋さんに行ったらですね、あれ？これ見たことない竿だな、クリッタースティックって書いてあるっていうことでね、もうね、ほぼ衝動買いに近いような感じで、買ってしまいました。で、価格がですね、20,700円っていうことで、フェインウィックっていうとね、結構高級なハイエンド機種ロッドっていうね、印象があったんですけども、最近はこのいろいろな価格帯で、あとはまあその使う素材であったりね、そこら辺がいろいろ調整されて、超ハイエンド機種から、まあ、こういった2万円前後で買えるね、リンクスとかこういったシリーズまで各種取り揃えられているっていうことでいいんだと思うんですけども、何にしても、まあ、2万円だけどね、さすがフェイウィック、なんかすごいね、いいね、この、ロッド袋に入っていて、まあまあちょっとね、早速どんな竿か開けていきたいと思います。後ろをチーンとね、なんか落としたけど、はい、今ねパッと出したんですけども、こういったですね、ロッドティップガードがね入ってる、ソリッドティップの竿だからね、2万円で結構至れり尽くせりですね。これなんか以前アブのロッドね、小森さんのモデルとかにねついてたなーなんて記憶がありますけども、まあこれでこうやってこうやってね、こんな感じで、しまって移動することによって不意の破損のリスクから守ってくれるよって、クリッタースティックにはこういった、ティップガードもねついているということですね。はい、で、これは外して、で新品でもちろんね買ったんで、こういったティブコの説明のね、すごいね、もう嬉しいな、こう細かい説明がぎっしりとね書かれてますけども、まあ、ここで簡単に見ていくと、カーボンロッドですよっていうことで、カーボン繊維 95%、 グラス繊維 5% で、まあ、使用樹脂エポキシ樹脂で、全長は 1.83m だよっていうことで、標準自重も書いてありますね、 99g だよっていうことで、まあ、次数1本ね、ワンピースの竿になっています。こんなね竿なんですけども、このロゴ周りかっこいいっすね。フェインウィックでリンクスって書いてあって、でね、重さがね64分の1オンスから8分の1オンスまでだよっていうことで、ラインがですね、1.5 から5ポンドラインおすすめですよっていうことと、あとクリッタースティックってあって、ここら辺はねちょっと手元でこのグリップ周りとか後でちょっとアップで見ていきたいななんて思うんですけども、ここはねちょっとじゃあちょっと切っちゃいますね。で早速ね、リールもつけてみたいなって、まあ、これでもね、99g ってことで、まあ、持った感じね、めっちゃ軽いなってのはもちろんなんですけども、ちょっとリールもつけていきたいと思います。これどうやって向くのが一番綺麗に取れるか、ちょっと待ってください。はーい、以前持っている、まあ今でもね使っているモデルとかもあるんですけども、その頃とはだいぶこのグリップ周りの雰囲気が変わりましたね。こういう感じなんだ今ってっていう感じのね、まあここもアップで見ていきますが、で取り出したるはこれね、買ったばっかりのルビアス、こ
それをね使ってね合わせていこうかなと思って、ちょうど P ラインも入っているので、っていうのはこの竿はね P ラインで何でもできちゃうよっていう、そういうコンセプトの竿でもあるということで、あのクリッタースティックっていう名前から分かるように、これね、ティムコの野良ネズミね、これ大人気でね、周りでものすごいねみんな釣っていて、で自分ちょっと遅ればせながらなんですけど、去年ぐらいねこれまあ本格的にちょっと使ってみて、うわこれすごい釣れるな、すごい当たりが出るなっていうことで、あのね野良ネズミファンに仲間入りしているんですけども、そこでちょっとどういう釣り竿でこれを使ったらいいかってね、周りの野良ネズミ得意な友達とかね、仲間とかにいろいろ聞いてみているんですけども、結構ねみんな言うこととか雰囲気が若干違って、こういう感じがいいんじゃないか、こういう感じがいいんじゃないかね、で自分なりにもこのぐらいの竿の長さがいいんじゃないか、これぐらいのパワーがいいんじゃないか、チューブラーがいいんじゃないか、ソリッドティップがいいんじゃないかとかね、いろいろと悩んで悩んで、で周りのね上手い人とかにも野良ネズミやるんだったらどういうタックルがいいんですかなんて聞いて回っていたんですけども、やっぱねみんなそれぞれちょっとずつね違うこだわりがあって、でまあなんだろう、インターネットとかで野良ネズミ、まあ作った人はね、どういう感じなんだろうってね、昔からうなぎ犬さんブログはねよくね読んでいたので、でそこにねこれ開発した大津さんのめちゃくちゃ詳しい、まあこういう感じでこういう思いで作りましたっていうね、そういう記事が載っていて、間もなく登場しますよ、これそれ買うしかないだろうね、で実際に、まあ、釣りをしているエリアも関東で、でそうですね三島港とかでお見かけしたこともありますし、でボート屋さん方と今日野良ネズミでね大爆発だったんだよなんてのを横耳立ててね聞いたりなんていうこともあったんで、ねものすごいテストを重ねてそれでもってできた竿間違いねえだろっていうことでね、それでね買ってみたんですけども、まあそんなちょっと話は長くなりましたが、 PE ラインを使用して使うスピニングロッドね、というコンセプトで、で今ねルビアスを組み合わせてみたんですけども、これ軽いな、このね組み合わせ、あでここのグリップエンドのこのちょっとねこう保持したいときは保持できそうなこの感じとか、あとは全長が6フィートに抑えられているっていうね、6フィートでソリッドティップで、で野良ネズミとかなんでもこういって P ライン系の釣り得意だよって、こういう竿がね欲しくて、まあここら辺のレングスでこういった竿で思い出すのは、小森プロのねストゥディオスシリーズとかもこういった番手が非常に多いんですよね、V2 リミテッドなんかもちょっと強めでソリッドティップでとかね、現行の最新機種にも、6フィート前後でソリッドティップでで、弱いのから強いのまで各種揃っていたりするんですけども、結構まあなんていうかな、本当この微妙な差だと思うんですけどね、どういうねこのソリッド部分を継ぐかによって全くね個性は異なってくるのがね、面白いところなので、例えばハブくんが作っているスペルバウンドシリーズなんかもハブくん回収のモデルはソリッドティップのものが多いですけども、どちらかっていうと小森さんのに比べたら非常に張りがあるモデルが多い印象で、でまあアブのは小森さんテイストだと大体こんな感じっていうのがイメージがあって、でもうフェンウィックの実際に野良ネズミを作った人が野良ネズミ用にこさえたらどんな感じになるのかなっていうのは、それがねすごいね気になって気になって、でこれが4万円とか5万円6万円だったらちょっと金額的にちょっと予算的にどうかななんていうふうに思ってたんですけども、なんと2万ちょいでね出してくれたピンクスシリーズからっていうことで、これはね1本もね行ってみるしかないでしょうと思ってね、じゃあ早速ちょっと糸の方も通していきたいと思います。
じの。あでガイドもこれなんか最新のね。で、セミマイクロガイドになるのかな。あのビシッとね、あのいっぱい敷き詰められたようなマイクロガイドとは違うんですけども、でもあの竿の軽さとか、あと糸の抜けとかを考え抜いて組まれた比較的小口径の、ガイドがびっしりと配置されておりますが、先端とかもね、こういう感じなんだな。はい、実際に糸を通してみましたが、こんな感じ。感じの曲がりなんですね。こういう感じの曲がり。すごいね。なんだろう。癖のない。するとわからないぐらいこうね、こんな感じの竿なんですね。ね、で、今ねちょっと軽く曲げてみてですけど、このねパッド部分がすごいね力強そうだなっていう、結構ソリッド。ソフトティップの竿ってね、こう柔らかい印象のね、なんだろう、もっとライトリグを扱うために特化したような竿が多いと思うんですけど、このクリッタースティックはパッドの方はビシッとしていて、かといって先端ね太めのソリッドティップなんですけど、なんかねしない、なんだろうな。柔らかいっていう感じじゃないんですけど、気持ちよくスーって入っていくのね。こういう感じなんだな。へー。で、こう糸を通して、チュ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 。やっぱね、ソリッドティップだから、本当なんだろう。こう、こっちの手はね、もうほとんど、動かしていなくてもね、こう先端の方はビョン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 ってね、しっかりとね、プリン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 ね、うわ、これで一日中野良ネズミをチャカチャカやりきれるんだな。このコンクリップもなんかちょっとシェイプされてて、なんか握りやすいですね。これね、ちょっと野良ネズミ以外にもいろいろいけちゃいそうですね。Pラインを使ったスピニングの釣り全般に、おすすめっていうところと、あとすごいね欲しかったのが、この Pラインをルアーに直結して使うっていうコンセプトなんですよね。Pラインだと大概この先にリーダーをつけて、で持ってなんだろう、フロロカーボンや、ね、ナイロンとかリーダーをつけて使うっていうイメージが多いんですけども、これで直結してね、針にもう直接この P ラインを結んで使うんだよっていう、そのコンセプトもねすごいね、まあ、自分も大好きな使い方なんで、例えば虫パターンですね。で、虫パターンの中でもちょっと強めのカバーにぶち込んでいく虫パターンね。最近は沈む虫の釣りとかもね、すごい人気ですけども、去年なんかは結構ほんといろんなメーカーから、虫なんだけど沈む。ね。ただまぁちょっとカバーに入れる。まぁ、Pラインとかを使って、ややこしいとこに入れ込んでいくっていう、そういう釣りなんか結構流行ったりしていて、その時まあもちろんリーダーをつけるセッティングとかもあるんですけども、自分がやりやすかったのは、まあ、この P ラインを直接針に結んで、ちょっと傷とか気になるようだったらその結び直しの回数を増やすことによって新鮮な状態を保って、それでこう
感とかもしてちょ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 ってねやるっていうね、うん、野良ネズミはまだまだこれからね、あの要勉強なんですけども、その他の虫の釣りとか、あとはこのちょっと強めのソリッドチップが積んであることによって、なんだろう、ベイトフィネスとかで扱っているようなサイズの、プラグね、スピニングよりはちょっと大きいんだけど、ね、まあ、例えばタイニークラックのちょっと大きめとか、あとはミノーでも、その超スモールミノーではなくて、まあ、例えば X80 であるとか、そうですね、バルナではでかいんだけど、まあ、アシュラのあたりを軽快に使いたいとか、まあ、そういった時にちょっとこの強めのね、ソリッドティップが乗った6フィート前後のね、竿、ね、これがね、どうしてもね、欲しかったっていうか、その説明とかを読んでいて、これだっていうね、感じがあったんで買ってみました。というわけでね、じゃあ早速今度ね、手元の方でこの細かいところがどうなっているのかね、見ていきたいと思います。はい、ということでね、手元の方でもじっくりとね、クリッタースティック観察していきたいと思うんですけど、まずはね、これ新しく出たね、ダイワのルビアスで合わせて見ているんですけども、こうね、やっぱ軽いから指でつまんでこう持てるぐらいでね、バランス良好で、まあ結構ね、一日中竿を振り続ける釣りなので、こういった小型軽量でそのトラブルが少ない、ね、PE ラインとかを使いやすいスピニングリール何か準備するってのがね、まず重要じゃないかなっていうことで、ぴったりじゃないかな、どうかなっていうことで、こんな感じで、まあ、シマノからはね、バンキッシュなんかもね、軽量で小型で軽くてみたいなね、いろいろね、まあアブだと MGX シーターとかね、いろいろ、まあ自分の好きなメーカーのスピニング、リールで合わせてみたらいいんじゃないかなと、まあ自分たまたまね、最近これ買ったんで、まずは、ルビアスつけてみましたけども、ちょっとこれは一回外してね、外すとね、ここにフェンウィックで、この裏側にもね、フェンウィックね、こんな感じで書いてあるんですが、せっかくね、クリッタースティックなんで、ちょっとね、手持ちの野良ネズミにもね、そばにちょっとご登場いただいてね、まあちょっといろんな色を、ね、合わせて持ち歩いてるんですけども、ハツカネズミさんと、あとはね、黒はちょっとこの白のところにしようかな、はい、ネズミ、はい、まあネズミ登場してもらったんで、基本はね、この小型で特殊なね、もう新ジャンルって言ってもいいんじゃないですかね、この野良ネズミをいかに快適に扱うかっていう、こういったコンセプトの竿だと思うんですけども、改めてね、一番最初に出たオリジナルサイズの小さいの持ってみると、小型でね、でもこの独特な素材で、で針もね、太めのものを乗っけたりするっていうので、それのちゃんと貫通をさせるって考えると、まあ P ラインの仕様がベストなんじゃないかなっていうことで、で結構ね、躊躇なくカバーの奥とかにもね、 P ラインでスパパパパーンってスキッピングとかで入れ込んでいけるからね。で、このソリッドティップですけども、この竿ですね、一番肝はこいつをいかに細かく首を気持ちよく振らせるかね、ここがまあ重要で、この今のクリッタースティックの仕様になったということなんですけども、そのソリッドティップ分が適度にこう仕事をして、でそのあんまりその合わない竿だと、こいつが結構大きく動いてしまう、そうではなくて、もうテーブルターンの連続みたいに、こうもうちょこ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 、とにかく細かくちょこ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 、このうわーっていうね、動き回らせる、これが釣るための肝っていうことみたいなんですが、それをするための独特な、これね、ちょっと独特なこのソリッドティップ部ね、結構ね、太めなんですよね、ソリッドティップ部があって、
で、ここからこうで、ほんとね、あ、ここがよーく手元で見てみるとわかるんですけども、上からね、4つ目のガイドのあたりですね、ここでブランクスの色が変わってるんで、でも継いでるのがね、今さっきちょっと遠目でね、糸通してビョンビョンやってるところではわからないぐらい、ここの部分ですね、この先端から4つ目のここまでがソリッドティップでね、グイーンとね、丈夫な作りになっていて、そこからズイ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 とね、昇降系のガイドが配置されて、で徐々に、ね、バットガイドになって、でグリップに至るっていう感じなんですけども、せっかくね手元なんで、このデザインのところで見ていくと、このねフェンウィックマークね、あー、でここにはねリンクス書いてあるんですね。でこれを裏にくるりって見ていくと、その各ね機種の、細かいね、表示が書かれていて、リンクス、CT60SULP+J ということで、でこの下にねクリッタースティックって書いてあるんですけども、こちらね、竿についている説明のこういったね台紙なんですけども、ここにクリッタースティックについての秘密がね結構細かく書いてあるんで、ここもチェックしていきたいと思います。リンクス CT60SULP+J、クリッタースティックっていうことで、クリッタースティックは野良ネズミを代表とする小型エラストマーベイトやライトリグを使った釣りにおいて、投げる、誘う、かけるといった基本性能を徹底追求して誕生しました。強く伸びにくい PE ラインや FC ラインが使用されることが多いこれらの釣りにおいて、ルアーにナチュラルな生命感を与え快適に操作するためにはロッドの役割が非常に重要になります。そこでこのロッドにはソリッドティップを採用し、ティップセクションの反発力を利用したリズミカルなアクション入力が誰にでも簡単に引き出せるチューニングを施しました。またソリッドティップを感じさせないスムースなテーパーデザインと、しっかり機能するバットパワーを作り込むことで優れたキャスタビリティを発揮、ルアーが矢のように放たれ6フィートレングスとは思えない鋭いキャストフィールを実現。ロングキャストはもちろん、ピンを射抜くアキュラシーキャストからスキッピングまで自在に決めることが可能です。またエラストマーベイトのみならず、虫系ネコリグ、脳進化、小型プラグの高速トゥイッチまで抜群の操作性を発揮しますっていうようなことがね、こちらには記載されておりますね。こういった感じで、こういう細かいやつをいかに気持ちよく首振らせまくるかっていうね、これに焦点を合わせて作ったね、その副産物としてその PE ラインを使った釣り全般にいろいろ活用できるよっていうことで、だから自分の中で使いたいのは、まあ、例えば、ちょっとしたカバーに入れてカバー猫の釣りとか、あとスモーラバでも PE ライン直結で、狙っていく、ちょっとカバーフィネス的なスモーラバとか、あとは虫パターンとか、ね、そこら辺でいろいろ使い込んでいってみたいなっていうことで、でクリッタースティックね、結構ね釣り具屋さんに何本かね、その自分の行った店舗でも複数本見つけることができたんですけども、ここまだ向いてないんですけども、一つ気になるのがここですね。メイドインチャイナっていう風に書かれておりますので、まあほんとね、昨今のこのウイルス騒動の中でね、外国の工場で作っているロッドに関してはなかなか下手したらね手に入りづらくなる可能性っていうか、まあちょっと遅くね、まあいつかね経済が動き出すはずなんで、ずっとっていうことはないと思うんですけども、想定してるよりね、もしかしたら今あるこのクリッタースティックが店頭から全部消えたら、次のクリッタースティックね、出てくるのもしかしたらねちょっと先になっちゃうかもしれない。まあちょっと無責任にねいろいろ言うことはできませんけども、なんとなくこのメイドインチャイナっていう表記を見て、これすごいいい竿なんですけどね、 あれ欲しいなと思った時にねなくなっちゃってるとあれなんで、まあ釣り具屋さんで見かけたら本当ねバランスのいい竿なんで、本当ね軽快で、でしっかりするところはしっかりしていてっていうね、2
2万円でなんかちょっといい買い物したんじゃないかななんていう風に思うんで、ぜひね気になっている人はねもう釣り具屋さんに並び始めてますんでね、どんな感じか、触ってみてはいかがでしょうかっていうことで、まあ、自分ちょっと春先からね使いたい、まあ野良ネズミに限らずちょっとあの釣り屋この釣り屋あの釣りでクリッタースティックも手に入ったらやってみたいななんていうね、釣りがあるので積極的にですね春先から、使い込んでいってみたいと思いますね。で詳しくはですねフェンウィッククリッタースティックとかで調べると実際に、開発されたおっさんとかがこれについて語りまくる動画とかね、結構見つけることができますのですごいねやっぱ、フェンウィッグがしっかり作っている動画なんで非常にわかりやすくね、それね動画見るとねこれあやべえ買いたくなっちゃうっていうねそんなね、魅力満載の動画なんでぜひチェックしてみてください。まずはね買うことができたんでちょっと手元でねこういう感じで各部のね、部品を見ていきましたが、あとはね、実際に釣りに行けるようになったらね、先ほどの、まあそうですね、このルビアスになるのか、はたまたコンプレックスになるのか、ね、P ラインを入れたお気に入りのタックルね、スピニングをつけて、で、野良ネズミはちょっとね、もう少し、後の時期から使い出すのかな、なんて感じている。まあ、一年中釣れるらしいんですけどね。まずは、沈む虫とかね、浮く虫とか、あとはミノーとかね、霞ヶ浦の釣りとか、そこら辺でちょっと使ってみようかな、なんていう風に考えております。はい。というわけで、フェンウィックから新しく出たですね、リンクスシリーズの今年のこれ目玉って言ってもいいんじゃないですかね、クリッタースティック、これを買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。